今回はリクエストのあった鶏の唐揚げの作り方を紹介いたします。中はふんわり柔らかでジューシー、外側カリッとした食感が最高です。ですが実際に作ってみると仕上がりがいまいちなんてこともありませんか？肉の臭み、パサパサな食感、カリッと仕上がらないなど、こんな問題をこの動画で全て解決いたします。さらに風味がよく味に深みのある唐揚げに仕上がります。それでは作っていきましょう。まずは鶏肉の下処理をします。真ん中に白い軟骨がついているのでこれを取り除きます。これと食べた時に口に残る感じがありよくありません。よく見てみると結構な大きさです。この黄色いところ、脂肪を取り除きます。これが肉の臭みの主な原因です。脂肪をしっかり取り除くことが臭みのない美味しい唐揚げに重要です。特に皮の下の部分には分厚い脂肪がついているのでそこもしっかりと取ります。見つけにくければ皮を少しめくると見えてきます。これが臭みのある唐揚げが食べた時にブニュッとしてまずく感じるところです。さらに皮の後ろを見るとまだ脂肪が残っています。これも丁寧に取り除きます。肉の内側にも脂肪が至るところについているので取っていきます。細かく脂肪がついているので探すのが少し大変ですが、丁寧に取ることで臭みのない美味しい唐揚げに仕上がります。次に筋を取り除きます。この細長い白い紐のようなものです。これを1本ずつ引き抜くか包丁で切れ込みを入れます。筋が残っていると肉が縮み硬くなる原因になります。全部取るのは大変なので目立つのが取れたらあとは軽く切れ込みを入れておけばいいです。ここら辺の部分は厚みがあるので鶏肉をなるべく均等な厚さに揃えます。厚みがあるところを包丁で開いていきます。厚みを揃えることで火の通りが均等に伝わり肉が硬くなることを防げます。だいたい内側から外側に開いていきます。膨らみがあるところは包丁で軽い切れ込みを入れるだけでもいいです。鶏肉の真ん中に境目があるのでそこから切り離します。これを一口大の食べやすい大きさにカットします。ここでは8等分にカットしていきます。鶏肉2枚分が切れたら平らなバットに並べてさらに臭み抜きをしていきます。まずは重曹を小さじ半分ぐらい鶏肉に振りかけていきます。次に塩も同じようにして振りかけます。この塩は下味ではなく肉を脱水して臭
臭みを引き出すためのものです。塩コショウも同じように振りかけます。紹興酒または酒を同じように振りかけます。分量は全体的に少量ずつで OK です。そうしたら手のひらで押さえるようにして全体に染み込ませます。次は香り付けにネギの青い部分と生姜の皮を用意し、鶏肉の上に乗せていきます。生姜の皮は切り口を鶏肉につけるようにします。分量は適当でいいですが、今回はネギ7キロ、生姜の皮5枚です。さらに中国山椒を乗せていきます。これを入れることで香りが良く上品な味わいにしてくれます。分量は適当でいいですが、今回は5粒入れました。これでラップをして30分以上冷蔵庫で寝かせます。時間が経ったらラップを剥がし、ネギ、生姜、山椒を取り除きます。そうしたらキッチンペーパーで余分な水分や臭みを抑えていきます。キッチンペーパーで拭きながらボウルに移していきます。次に生姜をおろして入れていきます。生姜にはタンパク質を分解する酵素が多く含まれているので肉を柔らかくすることができます。さらに肉の臭みを抑え香りも良くしてくれます。分量はだいたい大さじ1くらいです。酵素はおろした時に出るのでチューブの生姜ではなく生の生姜がいいです。ニンニクも1粒すりおろして入れます。生姜もニンニクも肉を入れる直前におろすのが大切です。酵素の効果はもちろん香りも良くなります。そうしたら鶏肉に揉み込んでいきます。酵素がしっかりと肉に浸透するようにラップをして10分くらい寝かせます。10分したら肉に下味を入れます。醤油大さじ2を入れます。濃いめの味が好きならもう一杯醤油を入れてもいいです。紹興酒または酒を大さじ1入れます。砂糖を小さじ1入れます。砂糖を少量入れることで肉にある甘みを引き出す作用があります。鶏肉に調理料を含ませるようにして揉み込みます。次から肉をカリッと仕上げるためのポイントになります。水溶き片栗粉を用意します。水溶き片栗粉を大さじ4入れます。
と軽く和えます。つなぎとして小麦粉を大さじ2入れます。小麦粉を入れたらまた軽く和えておきます。このように薄い衣にしていきます。次に片栗粉をまぶしていくのですが、間に小麦粉のつなぎを入れることでクッションとなり、揚げた時の食感が良くなります。そうしたら片栗粉を少量ずつ入れ絡めていきます。鶏肉を片栗粉の中に入れて粉をつけることが一般ですが、上からまぶして絡めていくことで凸凹に粉がつき、揚げた時にサクッとさせてくれます。粉は 4,5 回に分けて絡ませるようにして入れます。絡ませたら今度は粉をまぶすようにしていきます。粉がしっとりとした感じからパサッとした状態になるまで入れていきます。手に握った時にベトつき感が少なくなれば OK です。こんな感じです。そうしたら一つずつバットに並べていきます。これをまた冷蔵庫に入れ冷やします。冷やしたものを温かい油に入れると温度差ができてカラッとさせることができます。肉を冷蔵庫で冷やしている間に油を中温に温めておきます。温度的には160度くらいです。油の準備ができたら冷蔵庫ここから鶏肉を出して揚げていきます。油の温度を確認する方法として片栗粉のくずを油に入れます。入れて沈んだら温度が低く、勢いよく浮き上がると温度が高いので、このように軽く浮いている状態がベストです。そうしたら手のひらに片栗粉を軽くつけて鶏肉に薄くまぶしてから揚げていきます。揚げる寸前に多くついた粉を軽く払い油に入れます。ここから少し早送りにします。はじめの1分くらいは中温のまま肉の表面が固まるまで揚げていきます。このくらい表面が固まったら弱火にしてじっくりと火を通していきます。肉を柔らかくするために初めから低い温度の油で揚げる方法がありますが、表面についた粉が油を吸ってしまいカリッとしません。逆に初めから高い温度で揚げると外側から一気に火が通り硬くなりやすく、中が生焼けになる危険もあります。なので表面が軽く固まるまで中火で揚げてから弱火にして火を通すのが効果的です。弱火にしてから2、3分かけてじっくりと揚げていきます。高くなるのでまた早送りします。
3分くらいしたら一度油から引き上げます。まだ色はこんがりとしてない感じです。そのまま 2,3 分休ませます。その間に油の中にあるカスを取り除きます。揚げカスが残っているとそれが焦げて唐揚げの表面についてしまいまずくなることがあります。その間に油の温度を180度くらいまで上げておきます。油が高温に温まったら鶏肉を入れ二度揚げしていきます。油に入れた瞬間にたくさんの気泡が出ていて高温に響く音がすればベストな温度のタイミングです。このまま1分くらい揚げていきます。30秒ぐらいしたらお玉などで混ぜながら唐揚げを泳がせていきます。そうしたら玉に持ち上げて空気に触れさせカリッと感をアップさせます。それを何度か繰り返します。最後もしっかりと高温にして仕上げることで油の切れが良くなります。このくらいこんがりとした色になったら引き上げます。これで揚げ上がりました。このまましっかりと油を切ります。皿に盛り付けて完成です。中を割ってみると柔らかいのがよくわかります。これが酵素パワーです。今回は情報量が多すぎて伝わりづらかったかもしれませんが、わかりやすくブログにまとめてありますのでそちらを見て確認してください。ブログのリンクは概要欄にあります。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。